密ファイト劇場。いやー、ファイト劇場っていうくらいにはいよいよ戦う時が。そうなんだよ。ミュージックスタート。なんと私、あ、まさか全然違う。あれは、ファイトクラブになんでかわからないけど来ちゃった、頑張ってた、すごく頑張ってた、頑張ってた。頑張れエミツ、いろいろあるけど頑張ってね。頑張れエミツ、頑張れエミツ、みんなエミツのこと楽しみにしてるよ。はい、ありがとうございます。はい、あるんですけれども、え、何？誰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 ？放送できなくなる。なんだ？やだ。何？電気じゃない。電気じゃない。だあ！なんだこれ？はい。というわけで、急に何かと思った。びっくりした。おかしくなっちゃった。おかしくなっちゃったかもしれない。三つが。待って待って。フェスティバル、フェスティバル、私たちの夢。お疲れ。本日の罰ゲーム、私たちがエアでファイトをする相手はもちろんエアジェイソン。あ、いいわ。え、いい？え、ちょっと聞こして聞こして。こっちの耳だけ来てないんだよ。こっちの耳来てる。あ、本当何も来てない。あ、何も来てない。聞こえない。私見ちゃダメなんだね。うん。フェス箱の中落ちないでよ。え？フェス絶対ダメだからね、落ちちゃう。え、みつ。え、みつ。さて、みつ。はい。突然ですが、ここでクイズです。え？パソコンの前のラブラワーの皆さんも一緒に考えて。問題。じゃじゃん。じゃじゃじゃん。はい。あと2ヶ月ちょっとで私たちの元にやってくるものといえば。ちぶぶぶぶぶ。時間切れでーす。それでは正解の発表です。はいはい、正解は2015年でした。ということで、皆さんに素敵な2015年を迎えてもらうためにラブライブカレンダー2015の再予約受付中です。おう、私だったな。お客さん、どこまで行きますか？すいません、鳥取砂丘までお願いします。はい、高速使います？あ、高速、あ、使っちゃってください。はい、とりあえず早く行きたいんで。はい、あ、どの辺に止めますか？目印ないからな、迷っちゃいそうだな。そうですね、まあ、じゃあ、ちょっと適当なところで。はい、じゃあ、バン。適当だった。はあ、さ
い景色だな。どうですか運転手さんも。あの、ね、一緒に。あ、うん、領収書はいる？領収書く、あ、ください。すいません。じゃあ、はい、ランティスさんで。あのね、タクシーの領収書は名前いらないの。あ、そっか、そうでしたね。じゃあスイカで払います。うー、あ、お客さん残高が足りないみたいです。現金でいいですか？はい、現金でお願いします。はい、釣りはいらねーよ。あー、かっこいい。実はですね、運転手さん、うん、私とある情報を耳にしまして、うん、最近、うん、鳥取砂丘の砂を、うん、黙って持ち帰ろうとする悪いやつらがいるらしいんですよ。あれ、そうなの？そいつらからこの鳥取砂丘の砂を守らなきゃいけないんですよ。そう？いっぱいあるからちょっとくらいいいわよ。ダメなんです、それがダメなんです。ダメなの？ダメなんです。あ、そう？だから、うん、運転手さん、その悪いやつらと一緒に戦ってください。いいよ。本当に、うん、お願いします。いいよ。じゃあ一緒に行きましょう。あー、いた、あー、いた、さあ、持ち帰ろうとしてる悪い奴らだ。あー、でもどうしたらいいんだ。ちょっとちょっと、あきらくんダメよ。え、あれ、知り合い？え、まさかの知り合い？あのね、最近働いてないんだってね。あのね、ダメだよ。そんなね、鳥取砂丘の砂なんてね、売ったってね、違いが分かる人にしか分かんないんだから。あ、そうだね。早くね、分かった。お母さんが心配してるからやめなさい、こう悪いことは。ね、そう、そうだよ、おばちゃんがよく言っとくから。ね、分かった？ほら、じゃあお友達も早く、ほら、じゃあ謝りなさい、この人に。あ、はい。でも、鳥取砂丘の砂って、いい砂ですよね。あれ？こういうのじゃなかった？倒せてるんでしょうか？ちょ、いいの？いいの？ね、これいいの？いいの？砂にダイブ。なんと今日最終回！なんとか、なんとか！え、嘘！おめでとう！おめでとう！最終回おめでとう！最終回おめでとう！最終回よ！ありがとう。もう誰か助けて。迷ってた時に、うん、もうりんちゃんが、おはよう、今日も
はミューズの練習行くよって呼びに来てくれちゃったから。そっか。でもおにぎりってどんなものでも具にできて、ああ見えてすっごく包容力があるっていうか、何にでもあってすごく便利でよくできてて、あんなにシンプルに見えるのに実は中身は複雑っていうか。花代ちゃんっては本当におにぎりが大好きなんだね。じゃあほのかも花代ちゃんのおにぎり愛に一票投じるよ。そう、ほのかは花代ちゃんのこと大好きだよ。ほかちゃん、苦しい。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ほのかの出そうと思ってた案はおはぎなんだもん。おはぎ？